造形に落ちる人あるある。つのね、やばいポイントを紹介したいと思います。情報弱者です、はいはいはい、やり方がなっとらん人です。計画性がダメな人。本題始まりました、モチベーションです。さあ今回は平田哲也。どうも、早稲田語学塾代表の平です。よろしくお願いします。今回珍しいっすね、はい、森田先生からなんか企画のね打診があるっていうね、はい、そうなんですよ。行っちゃって、はい、早慶に落ちる人あるあるっていうのをちょっとやりたいね。今回この企画を持ち出したなんか理由とかあるんですか？やっぱり長年やってきて結構来るんですよ、うん、どういう人がダメなんですかとか、うん、こういう質問するとダメとかってよく言うんですけど、どういう質問するやつが落ちるんですかとかっていうのが来るんですけど、はい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 、受かる人ってこうなんですかみたいな。確かにね、早稲田語学塾って長年やってるわけだし、ね、うん、僕も早慶クラスね、いろいろ東進でも河合塾でもやってって、うん、やっぱこういうやつダメだったなっていうのね、ちょっと上げてもらいたいかなと思います。確かに言われてみて思ったのが、今回この企画、うん、千何百人っていう第一志望が早稲田ですみたいなやつら見てくると、うん、大体分かってくるんですよ ね、うん、なるほどね。でそれで思ったのが、今回ちょっとこう4つのね、うん、やばいポイントを紹介したいと思います。なるほどね、うん、まず第一に、生活習慣がやばいっす。あ、乱れてるってことか。乱れてる。やっぱね、生活が乱れる人ってね、勉強も乱れてますね、うん、夜なんかも本当にこう携帯ゲームにハマっちゃったりとかして、うん、2時3時ぐらいまでやって、うん、でそっから寝て、で睡眠の質も悪いもんだから起きるのがもうお昼の12時とか1時とかで、ね、もう午前中消えちゃったみたいな、うんうんうん、います、そういう人多いっす。いるでしょ、どうせ、うん、浪人生でも遅寝遅起きの人、そうそうそう、うん、浪人生でも普段だったら朝授業があるから起きてたのにずっと寝ちゃって、うわーみたいな感じね。自律神経のリズムも乱れるから体が重いんですよ、頭も。そうそう、頭働かなくて、うん、朝ね、朝だって受験はあるわけで、そう、その時にフル回転できるようにしとかなきゃいけないのに、うん、そういうので結局ね、予備校でも朝の授業出れなくなってとかっていうやつね、うん、いや結構ね、生活はマジで致命的ですね、うんうん、そこ大事。第2に、情報弱者です。はいはいはい、うん、いますね。やっぱこの勉強に限らずですよね、情弱って常に負けるんですよね、うん、そう、うん、仕事でも人生でも。そうだから本当思うけど、早稲田合格塾とかね、このすごい情報を平さんがこのチャンネルで提供してくれてるんだから、ありがとうございます。なんで見ないマジでもったいない。そう言ってくれるのは森てっちゃんよ本当に。もったいないったらあれじゃない、うん、ちゃんと見とかないともったいないですよ、うん、ほんと情弱多い、はい、そうですね。だってそれで浪人して気がつく人とかね、うん、めっちゃ多いよね。あの厳しい人だとね、浪人しても気がつかない人とかいますからね。そうですね、うん、まあその参考書に関してもそういうのあるでしょやっぱり、うん、じゃあ参考書ってやっぱこうどれを選ぶかっていうのだけでも全然違ってくるんで、うん、そうそう、うん、参考書のチョイスまずい人とか結構いますからね、うんうんうん。現役生とかだと、こう学校とかでもらったどこの出版社が出してるのかもようわからんような問題集とかを、でしかも学校の先生が回答冊子は全部募集してて、あの復習できないみたいな、うんうん、どうやって成績上げるのそれで、そうそうなんですよ。それが世界の全てになっちゃったりとかね、いるいる。やっぱり学校でもらってるプリントをやっててって言って、うん、それでできるようになってきたんで、うん、本当にそれで入試と戦えるの、うん、そうで、やっぱこれは結構言ってるんだけど、他の高校の情報とか、うん、他の受験生の情報がない人が多すぎる、うん、自分の高校が全てになっちゃってるから、もう自称進学校なんてまさにそれ。そうなのよ。全然世界のこと知らないで胃の中の蛙で戦って、やっとぜこのカエルたち倒せたぜみたいな、ね、もう自称進学校で単語聞くともう僕悪口が止まらなくなっちゃうんだけどなんかさ、こう朝のさ1限からさ夕方6限までさ生徒を拘束してるにもかかわらず、なんか0限目とか謎の時間とか、あと放課後学習みたいなことを言ってた、どんだけ拘束するんだよ。それでいて全然それが評価できないとか、なんかいい呼び込み先生たち呼ぶぜって呼び込み先生たち呼ぶぜ、3番目に、やり方がなっとらん人ですよ。おお、どういうことですか、うん、やり方。要はこう勉強にはね、 やり方ってあるんですよ、うん、やりゃいいってもんでもないというか、そう、ね、まあね、やったらやっただけ伸びるんだけど、でもこう受験って競争なんで、うん、あのやり方で差つける部分って結構あるんですよ、ね、だからいい勉強内容が、例えるならばいい食材だったら、いい勉強法ってね、いいシェフになるんですよね。なるほど。この2つの掛け算だから、うん、勉強法においても情弱は情弱なんですよね、うん、意味不明な質問のによくあるのが、これって読んでるだけでいいんですか。そうそうそう、なんだ読んでるだけでいいんですか、うん、なんか投げやりじゃない。
解釈で起こるんですけど、これ SV って振らなくてもいいんですかと、うん、いや何のためにお前解釈の方にやってんの、解釈って何ぞやみたいな感じになっちゃうよね。えこれって音読100回ぐらいやればいいんですよね、うん、なんかいやいや何勝手に音読100回法みたいな。僕らプロのいいところっていうのはもう何百人何千人で生徒見てきた上でこれぐらいっていうところをやってるから、だからねやっぱ効率に勉強を求めるんだったら、まあ、その辺はプロに習った方がいいかなという気もするんですけどね。いや本当にね勝手なルールを作る質問がそれすごい危険だと思いますね、うん、もうマジで何でもかんでも、もうそれ抽象化みたいなのを危険、うん、勝手なルール作らないでっていうので、まあ、勉強法にも言います。だそういう時にねやっぱり塾を頼るとか、そういうことですね、指導者を頼るっていうのは重要になると思いますよ。で第4に計画性がダメな人、計画性がない人、ない人、はあ、計画性がない人、要は過去問ってセンター試験共通テストが終わってからやればいいですかとか、あの、ちょっと計算してみと、どれぐらいのリズムでどれぐらいやるつもりなんですかみたいな、そうそう、なんかね、うん、それでやって共通テスト終わったって言って燃え尽き症候群になって、無駄ですかって、あーでも過去問やんなきゃって言って、うん、結局1日1年分とか言ってね、そうそうそう1日1年分って言ってほんのちょっとしかできなくて、そういうことなんですよ。で復習もいつやるの、今でしょみたいな、来年でしょみたいな、それでもう前日に見てるみたいなね、うん、やべえ3割しか取れない、そうなのよ、そんな人いっぱいいます、ね、人の頭ってね、もうできないことができるようになるのには一定の時間、習熟するための時間がいるんで、やっぱり計画通り立ててやらないとダメなんですよ、うん、なんか目の前の勉強をやることに精一杯で、あそこに手届きますかっていうところに対しての計画がないんですよね。そうですね、だから本当に計画大事ですけど、うん、で本当ねこれもさっき言ったように指導者だったりとか塾とかできちんと計画立ててもらわないとやばい人はいっぱいいると思います、いっぱいいると思います。今日はこっからここまでやるんだどうせ終わんないでしょそうですね、何時から何時までこれをやるんだどうせやんないでしょ、そういう風になっちゃうんで、でだん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 ね、良くも悪くも計画が悪い人っていて詰め込みすぎなんですよ。そうそうそう、でできないできないできないが溜まっていって、で自分に対する信頼もどんどんとなくなっていくみたいなね。でも完璧主義者に多いですね。うん、いやうまくいかなかった、一個うまくいかなかったらもう全部ドミノ倒しのように、うん、みたいなですね。そういうのは本当に。であと土日に溜めがち。ためがち。ダメだった。ダメだった。ダメだった。さあ土日の自分に期待だ。ダメだ。土日の自分への期待値が高い人で、もう来年の自分に期待だ、あーダメだった、それは良くないね、あーダメだった、あーハワイだみたいなですね、うん、そういう風になっちゃうとか、うん、ビリオジだみたいなね、そういう風になっちゃうっていうね本当ありますから、うん、計画倒れにならないように、ならないように、そして計画自体も、そうなんですよ、計画自体が間違ったらそれは計画倒れになるからね、実行できるような計画をね、うん、それできない人はもう立ててもらうしかないんですよ、そうですね、その重要性を分かってくださいね、うん、そう自分に期待しすぎないことですね、そういうこと、明日の自分はできるんじゃないかとか思わないでください、今日の自分ができてないんだから明日の自分もできないんですよ、うんうん、そこを分かってください。まあとにかく情報ですよね。そうですね。情報がめちゃくちゃ大事だから、情報を得てその計画をきちんと立てて、きちんとした勉強法ね、コーチングがある状況でやっていかないとダメですよ。ね、まあぜひね皆さんのあるあるを書いてもらえればいいんじゃないですかね、コメント欄に。これちょっと気になるな、あのダメな時あるあるみたいなね。そうそうそう、ダメだった人あるあるね、あるある、うん。こういうので僕ダメでしたとか、うん、こういうのでだって。もうなんかここで役落としして言ってください、うん、コメント欄で。そんなやつ総計でもいいの、めちゃくちゃいっぱいいます。こんな感じ。なんならね、今回総計に落ちる人あるあるの話してるけど、総計に限らないですよね。まあ、そうね、うん、それは本当に。同じ人間というかね、うん。ぜひね、そういったことを書いてもらえればいいんじゃないかと思いますんで、はい、今回ですね、平さんに、まあ、だいぶきつい内容ではあったと思うんですけど、うん、人によってはですね。毎年いるんでね、はい、落ちる人ある。自分がそうなってないかどうか。はい、確認してみてください。これからね受験期まで頑張ってやってほしいと思うんですが、はい、気をつけてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.